そうだ埼玉メディアの究極の理想最終構想、この会合の名前を埼玉ポーズ連合にしようと思うのね。元ネタは EU 欧州連合で、 EU ってそれぞれが独立した国家ですよね、もちろん。でも EU っていう同じ経済圏を作って、あと同じ通貨使おうとかっていうことで経済圏を活性化、あそこの経済圏を全部活性化させようっていう取り組みって、一番作りたいのはね、あのネクタイピン、あの、あ、埼玉ポーズのロゴで SU って入ったあれを作ってスーツにつけれる。そうだ埼玉メディアの究極の理想最終構想、埼玉通貨作りたい、埼玉県のトークンエコノミーを作りたい。分かりやすく言えば埼玉県独自で、流通できる通貨を作りたいのよ。もう埼玉ポーズコインでもいいわ。まずこの埼玉連合で一回やってみたいわけで、高尾京カメラありがとな、お前10埼玉ポーズコインやるわ。秋ヶ瀬フェスってまだ予算がない、これからのイベントなんだよ。でも司会やってほしいんだよ。でもギャラ払えないんだよ。埼玉ポーズコイン払うわっていう、まず心の中で一回テストしてみたいわ。埼玉ポーズコインを10コイン使えば、そうだ埼玉 .com に記事が投稿できるんだよ。そうだ埼玉 TV に参加したい人来てください。そうだ埼玉メディアに出れば少しはなんかメリットあるかもしれないけど、でもちょっとたかだか登録者数がまだ2000人にも満たない、そんなところは別にいいよ。でも埼玉ポーズコインが10コインもらえますよだったら、あ、じゃあ出ようかな。埼玉県民だけが埼玉ポーズを知っててニヤニヤできるっていうのも面白いんだけど、俺もっと絶対生活必需品を何か埼玉県民だけが使えるものを作れないかっていうのをずっと思ってたから、やっぱ通貨、独自で使える通貨みたいなものを、だから T ポイントとかもトークンエコノミーになるんだよ。 あれもトークンエコノミーの一つなの。 T ポイントもそうだし、で T ポイントって元々はツタヤのカードだったのに、あれガソリンスタンドでも貯めれるし、どこでも貯めれるのにあれ広げてったでしょ。あれはもちろん営業の力なんだけど、でもねそれが究極なんだよ。埼玉だけで楽しいコンテンツを作るっていう、なんかやっぱり秋ヶ瀬フェスっていうまだこれからのものだけど、でもお金がないからずっと強いものに勝てないっていう、なんかこういう経済圏をぶっ壊す力がある。お金はまだ出せないけど、本当だったらお金があったらいくらでも出してあげたいんだよなみたいな価値ってあるじゃない、意外と世の中って。そういう経済圏というか文化圏を作りたいというのが、そうだ埼玉の究極の最終目標なんです。それのなんか営業してるとことかもいいですよね、載せたら。ああね、動画でね、まあ、断られてるところも込みで、まあ、どうこう成長していくのか。いや面白い面白い、ずっと動画で追っていくとか、なんかそういうのが日常的に。で動画のさっきも言ったけど、あの TikTok の話したけど、動画革命みたいなものって多分今後もっと起きる。そうだ埼玉 .com みたいな、ああいうウェブサイトみたいなものも10年20年のスパンで見れば俺も多分もう消えると思う。もうサイトみたいな概念消えると思う。なんかもう文字をいちいち読むのもめんどくせえっていう、多分そうなると思う。で何か話が聞きたいんだったら、なんかその誰かの文章が読みたいんだったら、その人が話している音声であるとか喋ってる映像を見るになると思う。俺も本にも書いたけど、ダサい玉も他の人にいじられてるじゃない。ああそうです、俺たちがやってることじゃないじゃん。他県の人がいじってくれて初めて俺たちが生きてることになってるから、中の人たちがやったことで、やっぱりラジオでもこの間喋ったけど、あたかおなんか聞いてたよな、一緒に行ったか TBS な、はいはいはい、要はもう埼玉県は出川哲朗であると、いじられてなんぼであると。でも出川さん今どうなりましたかと、冠番組持って一人でやってますよねと。だから埼玉県ももういじられてなんぼじゃなくて、自分の力でなんとかするしなきゃいけない時期に来てるっていう。でもこいつ TBS 行ったら、で喫煙所行ったら、佐々木さん、さっき佐々木さんの後ろに爆笑の太田さんいましたよとか言って、お前言えよ、俺こうやって打ち合わせしててここにいましたよ、いやーびっくりしたとかって一人で超テンション上がって、超見たかったよ俺だって、いや佐々木さん一生懸命打ち合わせしてたから TBS の人と、超嫉妬したわあの時。押す回間違えたふりしていろんな回見ようぜって言ってふっと思ったら監視カメラがいっぱいついてて、ね、もう普通に諦めていったんだけど地域特化の YouTube って需要がねえっていうか、ダセえっていうか、つまんないと思うんだよ。魅力紹介ともつまんないやつ、どうにか成立できないかっていう実験をしてみたいね。
たまドキドキできたら